はい。皆様、こんばんは。撮り直しちゃいました。<笑>,笑ってるわ。一人で笑ってんじゃねえよって感じなんですけどもう。結構いいとこまでいたんで、ちょっとはもう、撮り直しちゃった。もうちょっとね、8時間に合わないですけども、えー、今週もお疲れ様でした。ね。もう冬本番みたいな感じで。残り1ヶ月ですけどまあいいですよ。もうそんな、もう、はな、迷、まあ、いいですよ。もう一回やったから。<laughs> なんで。 今日のトップグループなんですけどもちょっと最初前振りでちょっと言わしてもらいたいんですけどここうまく取れたのになとか思ってワールドカップ今やってて結構大盛り上がり <laughs> 大盛り上がりなんですよねドイツスペインに勝ってねすごいなって思うんですけどね私もちょっとワールドカップがすごい好きであの昔ちょっとサッカーやってたっていうのもあってあのサワールドカップはめちゃめちゃ好きなんですよね あの海外の,あのサッカーとかはあんまり見ないんですよね、あのちょっと興味がないというか、まあ、そこまではいいかなって感じで、まあんまそこは熱心じゃないんですけども、もワールドカップだけは特別で、結構ちゃんと見るんですけど、私が応援してる国が絶対勝てないっていうジンクスが、82年大会からあ,のありまして、<laughs> なんで <laughs> もう自分が応援してるチームは全く勝てないんですよ。 で困ったなと思って。で、前の大会、前大会ですね、2018年かなの時に、じゃあもう絶対勝てるチームを応援しようって、国を応援しようと思って、まあドイツを応援したんですよ。まあ、フォーメーションとかが結構好きだったりとかしたんで、まあ、喫水のアルゼンチンファンなんですけども、まあもういいやってことで。そしたら <laughs>、自分が応援した結果、ドイツがまさかの予選敗退っていうことになって。で、まあ今回も、ちょっとドイツを応援したんですよ。 まあ、舐めプレイとかがあったりし、ちょっと、ちょっと嫌いだったんですけど。まあ、応援しようと思ったんです。まあ、自分のジンクスを打ち破ってくれるドイツだろうと思ったら。ね、いなくなっちゃいましたよね。<laughs> ドイツがいなくなるってどういう大会だよとか思いながら。参っちゃいましたけども。えー、ね、始まる前はね、サウジアラビアとかね、モロッコをすっごい全力で応援したんですけど、サウジアラビア行ってほしかったですね。本当にちょっと、行ってくれればあれ、なんか、ワンチャンいいとこまで行けたんじゃないかなっていう組み合わせなんですけどね。 であと日本はね、あのできたら2位通過が良かったんですけどね、あのモロッコ応援してるので、ちょっと見てみたかったかなっていうのと、あったりとか、アルゼンチンは2位通過で、えー、スペインと、スペインはね、フランスと当たって、ちょっとね、あのこの間の試合の借りというか、まあ、どっちかがね、そこで、まあ、フランス聞いてほしいので、<laughs> そう、いいかなと思ったんですけど、どうでもいいね。 <laughs> すげえ、どうでもいい場合。あちょっと暑くなっちゃって、もうそれだけで終わっちゃうんで。えー、本日のトピグループのテーマは、えー、忘年会になります。サッカー全く関係ないぜって感じなんですけども、えー、忘年会になりますね。えー、今年もですね、忘年会何個かあるみたいなんですけども、私、あの、禁酒してるので、で、禁酒も結構、あの、経ったんですよ。まあ、2、3年経ってるので、あの、もうそういうふうなお酒が飲む席の場には行かないようにしてる。もそもそも、お前友達にねえから、 忘年会なんか行かにいけねえじゃんって。まあおっしゃる通りなんです。でも、あどうするみたいな。もうトッピー、あいつ一応あれかなみたいな。忘年会誘っとくみたいな。恋、ま、かけとかに、ね、対してうるせえから、何するか分かんねえからな、パガみたいな。じゃあ誘っとくかみたいな。あトッピーさんあの忘年会ここす,す。みたいな。必 <laughs> 要通り節月かの。焼肉、あ、折金がいいや。みたいな。そんなノリです。なんですけども。 若い時はですね忘年会がまあ何個かあ,のありましてで一番ですね多かった時期があの、まあ、にな何年ちゃんがあったんですよもう26連ちゃん中だったんですけども26日間ずっと、まあ、あの忘年会がいろんなとこから続いてですねあのお酒飲んでたんですけども26日目の時にですねあの飲んだお酒がですね クリーンヒットして、あの、体中からなんか変な汗は出るし、なんかもう体調がもう震えが止まらなくて、大変でしたね、あの時はね。はい。あの、それで忘年会終わっちゃいましたけども。まあそんな形でですね、あの、いろんな思い出があるんですけども、今日はその中でですね、あんまりこう自分の過去の話、今お酒飲んでないので、あの、過去こんな話だったぜ、みたいなのをしてもちょっとかっこ悪いので、 あのその忘年会の中であの、谷岡さんという方がですね、あのいましてで、その方と私がちょっとあの、忘年会した時の話をですねあの、メインでさせていただきたいかなと思うんですけども、あのアルバイトしてまして、まあ、学生時代だったんですけども、あのアルバイトしてて、でそこの,あの教育担当というか、方が谷岡さんという方だったんですよ、ちょっと待ってくださいね。 まったに近いかあるね谷岡さんという方だったんですよ。で、その方がよくなんか、リーダーリーダーって呼ばれてたんですよ。谷岡リーダーって言って、リーダーリーダーって,って、正規末ですよ。で、なんか呼ばれてて。で、ちょっとなんか、おなんか、ちょっとおかしな人だったんですよ。<laughs> なんかち、ちょっと面倒くせえなってタイたよ人で。でも、もう嫌だなとか思ってたんですよ。ただ、なんか、結構周りの社員の人たちが、結構人間関係がいいところで。 助けてくれて。あの、リーダーリーダーって呼ばれてるけど、あの人別に何の役職もないからね、みたいな。ただ俺たちがふざけて、あの、リーダーリーダーって言ってるだけだから、あんま気にしなくていいよ。楽しくやんねえよ、みたいな感じで。結構なんかいい職場だったんですよ。あ、そうなんですか、みたいな。助かりました。ちょっと変な人だったんできつかったんですよね、みたいなこと言ってて。で、谷岡さんが当時ですね、多分30代ぐらいだと思うんですよ。30後半ぐらいだったのかな。で、 あの独身だったんですよ。なのゴブリンみたいな人だったんですけども、まあ、モテなさそうなトッピンみたいな人ですよ。同じ道理だぜ仲良くしようぜっつってもなんかこうあ馬,馬が合わなかったんです。でその人と一緒仕事してたんですけどもうちょっと若干面倒くさいからなるべく距離を置きながらあまり会話をしないようにしながらしてたんですよ。 で、周りの人も、あの、結構、面白が、まあ、からかってるでしょうね。リーダーリーダーとか言ったりとかして。なんか、向こうもそれはなんか喜んでたりとかして。ちょっと小馬鹿にしたりとかして。まあ、なんか、うまいこと、いい人間関係だったんですよ。で、あの、忘年会の時、まあ、12月の時期が近づいてきた時に、あの、まあ、クリスマスの日が、あの、忘年会だったんですよ。<laughs> なんか、ちょっと <laughs>、モテない職場なのか何なのかわから多分そうでしょうね。 形でまあ、どこ行っても混んでるしあの25日クリスマスの時はどうせ俺たち暇だからその時に忘年会やろうぜみたいな形であ結構いろんな方が集まってあのそこの職場の人たちであのクリスマスあの安い居酒屋であの忘年会を開いたんですよ。でちょっと最初の1次会だけ自分あの呼ばれましてで「お前はちょっと、まあ、あのアルバイトだから1次会で帰れよ」みたいな形だったんですよ。で分かりました じゃあ1時間だけちょっとご一緒させていただきますって形であの言ってくれたんですよねまあ2時間も誘ってくれたはしたんですけど帰りましたけどでその時にこう待ち合わせ場所に着いたんですよじゃあこんばんは,こんばんはメリークリスマスメリークリスマスみたいな「忘年会だね」って言ってバーって,って席にこう通されてでバーって,って席着いてその時に「あれ?」みたいな「リーダーは?」って話になったんですよ いや <laughs> ーーあれこでだなみたいな話になってあれ毎年あいつ一番早く来てなんか仕切ってんのにみたいな鍋奉行なことやってんのあいつ何やってんだよって言ったら「すいませんごめんごめんごめん遅れちゃったよ」って言って遅れではないんですけど結構遅刻ギリギリではないですけどね5分前ぐらいに来て「ごめん、ね、遅くなっちゃったごめんごめん」っつって「はやってんですかリーダーもう」みたいな。 <laughs> 話してるんですよ、あ <laughs> ごめんね、ごめんね、みたいな話してるんですよ。で、まあいいやって、全員集まったねって言って、で、まあ一番偉い人がいて、じゃあ始まったんで、じゃあやろうかみたいな形で、じゃあすいません、生ビールくださいみたいな形で、で、バーっつってこう、なった時に、まあどうしても大人の方なので、あまりこう、最初の挨拶とかしなずに、でじゃあみんな、今日もことし1年間お疲れ様ねみたいな形で、こう乾杯に始まるのかなと思ったんですよ。 そしたら、じゃあ,あの、乾杯の挨拶の方を、あの谷岡リーダー、あの、今年の、あの、なんていうの、あの、気持ちも込めてお願いしますって言ったんですよ。偉い人が、その谷岡さんに振ったんですよ。<laughs> 普通にそしたらいい乾杯とか言えばいいのに、そ <laughs> さんが結構立ち上がって、ごめんなさい、あの、あご紹介にお預かりしました、谷岡です。 越ですけども私はちょっと今日乾杯の音との本頭渡していただきます。まあ、毎年、毎年ご礼みたいなんですけども。言ってて。そしたら、急に喋り始めたんですよ。<笑><笑>スピーチが始まったんですよ。まあ、大体こう、モテないあの男の人ってやっぱそういうところで喋りたがるみたいな。私と一緒ですよ。毎週金曜日になったらいきなり喋り始めるみたいな。そういう人スタンスですよ。でそしたら、言ってていや、あの、 今日ちょっと遅刻,しちゃ遅刻しちゃいそうになっちゃってあの申し訳ございませんでした普段遅刻するようなトピックがちゃんと来ているのにあの本当私がこういうふうになってやってごめんねみたいな大体 <laughs> つまんねえ話炸裂なんですよ <laughs> してて <laughs> はいこれみたいな帰ろうかなみたいなあぶくのあぶくなくなっちゃうんだよこれは神山なんだよとか思いながらもう思ってたす したら、あの、まあちょっと私が今日ね、あの遅刻した理由みたいなのお話しさせていただきたいと思うんですけども、私、あの今日、ディズニーランドの方に行ってまして、みたいな話になったんですよ。そしたら、なんか、自分含めみんなが、えみたいな、おい、どうしたみたいな話になったんですよ。今まで女性経験も何もなくて、もう本当に、あの、そういう女の影すらもないような人が、いきなりディズニーランドっていう。 すげえパワーワードが出てきたんですよ <laughs> えおい。えこれみたいな。伊沢健康ランドと間違ってんじゃねえのこいつみたいな感じでみんな思ってたんですよ。たら、まあちょっとそんなこんなでディズニーランドに行ってきまして、帰りがちょっと混んでましてね、申し訳ないとかって。これでも結構早く出たんですけどね、みたいな。いやーまあそんな形で、じゃあ乾杯みたいな話 <laughs> したんですよ。そしたら、もう持ちっきりじゃないですか。最初のもう、話はもうその話ですよね。 リーダーリーダーっつってディズニーランド行ったんですかって言ったらあそうなんだよみたいなディズニーランド行ってさみたいないろんなとこを見て回ったんだよみたいな本当ですかみたいな,なんか乗ったんですかプーさん乗ったんですかみたいな話してるんですよそしたらあの,あのね結構混んでて、ね、混んでたからさみたいなあんま乗れなかったさみたいな話してるんですよだからなんか なんか、2、3個しか乗れなくてね。いつスモールワールドみたいなのしか乗れなかったん。あ,あ、そうなんですか、みたいな。混んでたでしょって言うから、周りカップルだけでしたよって。でしょみたいな。だから一人は厳しかったんだよね。みたいな。私はポロッと行ったんですよ。<笑>で <laughs>、盛り上がってる会話がさらに盛り上がって、一人で行ったのみたいな話になったんですよ。 レ <laughs> スリランドに一人で行って、しかもこんなクリスマスの日に一人で行くのみたいな。こんなゴブリン、ゴブリンみたいなのかみたいな。で、リーダー、あれ、あれですよみたいな。着ぐるみだって着てなくてもなんか、なんかのキャラみたいですよみたいな。なんかファイナルファンタジーの一番最初に出てきそうな人じゃないですかみたいな。ちょっと怒ってるんですよ、それに対しては。すいません、言い過ぎました、みたいな。ブレーコーもいいけど気をつけて、みたいな話をしてて。 で、なんかその話をもう少しちょっと深く話してもらってもいいですかっていう話をずっとその忘年会の話をしてたんですよ。でみんな結構それに興味津々だったんですけどもあの、まあ、去年ぐらいからあのディズニー、ディズニーランドのクリスマスチケットを取るために頑張ってたんだよねっていう話だったんですよ谷岡さんが。まあ、なかなかそのなんていうんですかねゴ,ゴールん イベントの、まあなんか、一番盛り上がる日なのかな ?25 日のクリスマスだから、なかなかチケットは取れない日だから、もう1年前から、あの、その日を狙って、チケットを取る準備をして、チケットを2枚取ってたのよって言って、話したんですよ。へーって言って。まあちょっとディズニーランドあんまり行ったことないんで分かんないんですけど、あ、そうなんですか、そうなのよみたいな。 ね <laughs> その、一年ぐらい前の時から、そのディズニーランドのクリスマスに行こうって決めてて、チケット2枚手配して、あの、行く相手の方はいらっしゃったんですかって話じゃないですか。そしたら、まあ、ちょっとそれはその当時はいなかったんだけど、今年の目標は、あの、まぁ、あ、ディズニーランドに、クリスマスの日に彼女と一緒に過ごすっていうのを俺目標に頑張ってたんだよ。 そうなんだと思って、志の強い人だなと思ったんですよ。すごいじゃないですか。いいですよね。そう,いう目標があって、それに実行できて頑張れる人って。たとえ、ゴブリンみたいなね、あの、中学校の時の男子が使ってそうな、男の子が使ってそうな弁当箱みたいな顔してる人でも、そういうような志は私もちょっとあの勉強していかなくちゃいけないなと思ってた。ああ、そうなんですか。それがさ、って言って。 あの、なんかあの、秋、秋口ぐらいに <laughs>、告白したさ、みたいな話になったんですよ。ちょっと飛び飛びで申し訳ないんですけど。<laughs> そしたら、振られちゃったのねって言って。ああ、はい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 って言って。だから、あの、い、行けなかったから、で、チケット余ってもったいないから、俺一人で今日行ってきたのよ。 千葉の幕張,幕張まで今一人で行ってきたてそういう形なのよって話。で、今の会話だと、え、じゃない谷岡さん、彼女はいたってことなんですかって思うんじゃないですか。で、自分たちも思ってそう聞いたんですさそうじゃないって。えっと、彼女を作る目標のためにクリスマスのチケットを押さえたんだけど、あので、その中で一緒にあの行ってくれそうなあの自分が好きなあの彼女を探すために、 その人とあ、まだ付き合ってもな,なくて、あの、一緒にディズニーランド行き,行きませんかみたいなことで告白したって。そしたら、あの、ごめんなさいって言われて、ディズニーランド一緒に行けなかったっ。だから俺は一人で行ってきた。で、今忘年会だっていう。まあ、ただそういう話なんですよ。乾杯じゃなくて、健杯だろうとか思いながら、こいつハートつれえなとか思ったんですよ。で、まあ、そんなこと形で、じゃあちょっと私自分一人、あの、失礼しますみたいな形で。そしたら、あごめんねって言って。 <laughs> ありがとうございましたっつってまた来年もよろしくお願いしますって言ってバッ終わったんですよ。いや面白かったなと思って、まあんまりそんなんだろうこうガバガバ飲むような忘年会じゃなかったんであれだったんですけど、まあ、結構面白かったかなと思って絶にーラんのがいいなとか思いながらも思ってでちょっとそれからしばらく経ってあの新年ちょっと忙しくてあの2月3月ぐらいになって落ち着いた時に同じそこのあの 人たちが、谷岡さんも知ってる、あの、同じグループの別の社員の方が、トッピあの年下だったんですけど、あの、向こうの方がやっぱ社員で、年功序列があったので、当たり前ですけど、私は敬語だったんですよ。で、あの、その,その人もいい人で、私のことトッピさんって、さん付けで呼んでくれてたんですけど、で、トッピさん、トッピさんって、ああ、はいはい、どうしましたってあの、忘年会で谷岡リーダーの話、 聞いいたじゃないですかって言ってて言「ああはいはいあのディズニーランドの一人の話ですよね」って「あれすごかったですよね強烈なインパクトで今も覚えてますよ」って言って「ああそうなんですよ」って言ってでもあれ実はあのちょっとしたあの裏話みたいなのがあって「はい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 」って,ってどうしたんですか?」って言っ実はあの谷岡さんってあのボランティアやってるって知ってました?」って聞いた だからあの、谷岡さんあの、ボランティアされてるんですよ。まあ結構立派じゃないですか。ちょっと私も、あの最近、ボランティアの方にあに、力をって、またちょっとそれ、また別に話したいんですけども、やってて。で、当時、そういうの私やってなくて。で、なんか谷岡さんこう、ボランティアをされてるって言うんで,すで、結構、まあ、それ、ええ、立派なことじゃないですか。で、こう立派ですよね、谷岡さんって。 でなんか谷岡さんのボランティアはあの目が見えない方の何て言うのかなそのお手伝いっていうのかなをしてるみたいなんですよその目が見えない方と一緒にこう、まあ、お散歩に行ったりだとか、まあ、買い物に行ったりだとか何かそういうふうな,なんか日常的な支援なのかなをこうしてるみたいなんですよ結構あの社員で忙しく働いてて、まあ、ボランティアもしててああすごいなと思ってて。 そういうところはね、結構ね、あのリスペクトみたいなところあったんですよ。で、あはいはいはい、つってそ。それですよね、ってそうなんですって言ったら、実はあの、ディズニーランドに誘った女の人、谷岡さんが振られた人ってあの、そのボランティアの、あの、目の見えない人っていう話なんですよって。<laughs> ちょっと今日、ぐだぐだですいません、ごめんなさい。面白い話なんですけど、うまくまとめれてないね、形なんですよ。 え、そうなんですかって言って。の谷岡さんが、一緒にディズニーランドに僕と一緒,一緒に行ってくださいって言って、僕は死にましんって言って行った人が、実は目の見えない人だったって話なんですけど、で、そうなんですかって,ってかそうみたいなんですよって言って。で、さすがにそれは嘘だろみたいな話は思ったんですよ。そこまでひどくねえだろみたいな。<laughs> それはダメでしょみたいな話になったんですいや、なんかどうも本当みたいなんですよ。みたいな。で、どっから聞いたのその話、みたいな。も、ま、う、あ、ちょっとこっちも若干ちょっとためごいになっちゃったんですそしたら、ね、本人が言ってましたって言って。 本人が言うわけねえだろとか思って。谷岡さんに直接聞いたんですよ <laughs>。あ、リーダーっつって。あ、何っつって。今忙しいんだけど。って言って。何トッピくんみたいな。あのリーダー、あのボランティアされてるってことを前伺いまして。って言って。ああ、そうなんだよ。やってるんだよ。話してくれる。会話好きだから、リーダー。話あの利用、利用者さんっていうんですかねみたいな。あの、ちょっとあの、困ってる方。みたいな。その人と、あの、<laughs> デートをしたりする時ってあるんですかって聞いたんですよ。もうダイレクトに。そしたら、ああ、そうなんだけど、みたいな話で手を止めて喋ってくれたんですよ。今も覚えてるんですけど。そしたら、まあ何回かはね、あの、ご飯食べに行ったりすることはあるよって話をし始めたんですよ。本人が。そうなんですかみたいな。それはあの、ボランティアでってことなんですかみたいな。 ボランティアで一緒にご飯食べに行くみたいな話なんですかって聞いたら、いや、それとはまた別に、みたいな。ボランティアで仲良くなって、で、まぁ、あ、ちょっと一緒にご飯食べようよ、みたいな感じで。え、それはどっちが誘うんですかって話じゃないですか。そしたら俺がだよ、って言って。俺が誘うんだよ、つって。<laughs> だからさ、誘い方も結構えげつなくて。<laughs> あの、なんてようの ボランティアとは別に一緒になんかそのなんかこう美味しいご飯をこをあなたに食べさせたいかなみたいななんかそういう風ななんかこのもうなんかもうすごい D 欲しいですよみたいな言葉であの誘うらしいんですよ目がちょっと見えない方をそしてあの一緒に食事を楽しむって いうのを、まあ、ちょっとね、あの、やってるんですよ、みたいな話をしてたんですよ。じゃあ、そうなんですかみたいな話聞いたときに、これは面白そうだなと思ったんで、一気に聞いちゃったんですよ。そしたら、ああ、なるほど、なるほど、みたいな形で、そうなんですね、みたいなこと言ってて、でな、なんでそんなことをするんですかって聞いたんですよ。 もう答えは分かってるんですけどそしたらいや僕もねもう結構4030超えてますからそろそろやっぱ寂しくなってきましてまあそういうな人恋しいみたいなそういう感じなんですよみたいなこと言ってるんですよゴブリンが <laughs> そしたらそうなんですかみたいなご立派ですねみたいな感じしててでどうどうなんですかってみたいなあの脈あるんですかみたいな 反省したんですよ。そしたら自分から、だから前も忘年会の時言ったみたいに、あの、別になんの断ら、断られちゃったのよ、みたいな。あ、その、利用者さんにっつったら、そう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 。だから、あの、まあ、今年も独身です、みたいな話してるんですよ。当たり前だろ、と思って。 でそうなんですかみたいな話したらその周りの,そのちょっと年下だったんですけども社員の方も「すげえこいつグイグイ聞くな」みたいな話してるんですよで、やりすぎだよ」みたいな感じで言いながらもう。 で谷岡さんがバッていなくなって普通の自分たちの仕事が始まって休憩時間になったらなんか社員さんがこうラーメンを持ってくれたんですよ社員食堂で「お前よく聞いてくれたら面白いね」みたいな「もっとこうやって聞いて」っつって「あわかりました頑張ります」みたいな形でで、まあそんな形で突破口を切り開いていったらあの結論が出たんですよどういうふうな話だったかっていうとあの谷岡さんはあのちょっとモテたくて必死だったんですよ 結婚相手を探してますで。いつの時代もそうやって困ってるんですよ。で、当時のマッチングアプリとかとか、そういうのはちょっと婚活パーティーとかなかったので、あの、<laughs> 多分多分これリアルで探したと思うんですよね。<laughs> ごめんなさい。口が悪くて。<laughs> そっちの方が面白いからね。で、探してるんですけども、たぶその、なていうかこう、こう、自分の見た目的なコンプレックスなのかわからないですけども、まあなんかその、 あったのかなかったのかかか、かななっったそれはももうちょっとわらないんですけどゆ山さんは頭のいい方なので多分それは分かったんですよ。これは見た目じゃ勝てねえなっていうのが。だから、あのボラ、ボランティアの方に行かれたんではないかっていう。目の見えない方の方に行かれたんではないかって。で、そこでも、まあいいことじゃないですか。理由はどうであれ立派ですよね。で、そのボランティアの方たちの中でも、その、 ボランティア同士じゃなくて、その利用者さんとの間に関係を持とうとしたっていう。で、あの、結局そこでも、あの、持てなかったっていう話なんですけど。で、そのデート内容っていうのが、まあ食事に行くみたいなんですよ。まあそういうふうな形で、あちょっと、あの、時間、時間外、時間外ですよ。時間外ロートですよ。それでもいいからあなたと一緒にご飯食べたいって,ってご飯でこう、行くみたいなんですよ。で、やっぱその、 こうご飯とか食べづらいからこうちょっとあのフォローしたりとかしてるみたいな。で楽しい時間を過ごすみたいな。で,でも割り勘みたいな。<laughs> で,で割り勘みたいな。<laughs> 割り勘なんですかリーダーっつったら。さすがにねみたいな。付き合ったら俺出すけど付き合う前だったらやっぱりお金かかるから割り勘かなみたいなだ。リーダーいつもお金何に使ってるんですかみたいな話で。たらまあ、ちょっと貯金だねみたいな。 他に使うことねえだろこいつとか思いながらもそういうところだぜみたいな思ってたんですよ。ねやっぱそれがアグレッシブで行きたいもんですよ。本当にでねちょっとねあのこんな話では本当申し訳ないんですけども、若干ボツかなと思うんですけど今日これで行くんですけどあので <laughs> そ,その 後に私もちょっとあの健常者からですね、まあ、ちょっとスペシャルな人間になって、まあ、やっぱそういうと,あのところで私は今働いててななそういうサポートボランティアではないんですけどもそういうふうなこうあの健常者様の支援というか、まあ、そういうふうな仕事ですよねになっている方にこうお世話になるというか <laughs> お世話にはなってないんですけどもそういう方と一緒にこう携わるんですけども。 やっぱりね、中にはいますね。<laughs> あのそういう人。<laughs> ぶっちゃけて言っちゃいますけど、いますね。<laughs> やはりこの女性の方なんですけども,も、私男性で、障害者で、で、向こうの人範は健常者かどうかわかりませんけども、そういう風な人なんですよ。で、でもね、やっぱりね、あの、結婚相手か彼氏探してるような人ってやっぱいますね。はい。あの、めっちゃにはいないですよ、やっぱ、そういう人。<laughs> めっちゃにはいないですよ。 すごいねあのやっぱねあの性格がいい人もいるし悪い人もやっぱいるんですけど、まあ、そういうふうな何て言うかなあまりこう人間として扱われてないようなあのところの方が強いんですけどやっぱ中にはいますねグイグイ来る女のになる人あのうちにもいるんですけど30ね3ぐらいも35前まず4かなぐらいなんですけどねあの結構いますね <laughs> 谷岡さんの女バージョンだとかってちょっと思ったりするんですけどもあのありましたねはいびっくりですけどもあのこう休憩中なんですけども、まあ、休憩中ちょっとしかないんですけども <laughs> はいでまあ,あの休憩中なんか何なのか分かんないですけどもまあいいやと思って椅子に座って休んでる時間があるんですよでその時大体私あの YouTube を見てるんですよ YouTube 見て、あの登録してるチャンネル様のやつとかこう見るんで、見させてもらうんですよ。あ、面白いなとか思いながら。あ、今日も喋ってるなとか思いながら。あ、ふんふんふんとか思いながら見てるんですよ。猫コラブ九9 8頑張ってるなとか思いながら。<laughs> 頑張れとか思いながら。もう仕事中に向こう,やってもう頑張れとか思いながら、いいよーみたいな感じで、思いながらほえほえメモリーですよ。もうやってるんですよ。なんか見てるんですよ。ねいいなとか思ってると。 あのその女性の方がこう,こう来て「あトッピ君みたいな「はいはい何ですか?」みたいな「今ちょっと忙しいんだ後にしてもらっていいですか?」みたいな「<laughs> 何やってんの?」って言うから「えっ?」つって,言って「今ちょっと忙しいから」って言って「何見てんの?」って言うから「いやそれは教えられないよ」みたいな感じで「えっ?」つって,言って「何ですか?」って「何でございましょうか?」って,ってしたらあの「これコーヒーなんだけど」なんかそのコーヒーを持ってきてくれたんですよでコーヒーなんだけど よかったらどうぞ、みたいな感じで。くれればいいじゃないですか、別に。そういうのはダメらしいんですよ。だからわかんないですけども。県庁舎と障害者の間にで、なんか壁があるのかなんかわからない。コンプライアンスがなんかあるのか俺にはよくわからないですけども。だから、どっちで。うんって。あの、このコーヒーなんだけど、みたいな。あ、はいはい。コーヒー好きみたいな。ちょっと会話が、これでもめんどくさいので、ちょっと省くんですけど。コーヒー好きですよ。よく飲んでますよ、って言って。あの、このコーヒーなんだけど、 ちょっと入れすぎちゃって。あの、捨てるやつだから、あの、もしよかったら飲みますかみたいなこと言われたんですよ。で、あの、なんそんなんだってもらっても何にも嬉しくないじゃないですか。ねえ、もら、捨てるやつを一人、あの、捨てるやつを一に配るないよみたいな感じで思いますよね。で、まあ、一 まあ、いいかと思って、ああ、ありがとうございます、いただきます、すいませんって。ああ、よかったら、このチョコレート、じゃあ、俺に差し上げますねって言ったら、いや、あの、いいです、みたいな。それは受け取れないんです、みたいな。<laughs> なんだこれとか思って。<laughs> なんだこれとか、いや、それは受け取れないんです、みたいな。だからなんか、隣でこう弁当箱とか洗い始めるんですよ。困るなとか。 まあちょっとあの、あんまり自分のことなんで恥ずかしいんでこの辺で止めときますけども、あの、まあそんなことがあったりとかですね、まあさすがに2回目の捨てるコーヒーをもらわないんですけども、ちょっと若干谷岡リーダーをこう、こう、よぎったりする部分があるんですけど、またちょっとその話は別にさせていただきたいと思うんですけども、まあそんな形でですね、谷岡さん頑張ってましたよ。もう、忘年会全く関係ないですけど、今日そんなお話だったんですけども、いいですね。 ね、本当にどう。どうですかねあの。今年の目標みたいなんで、もう今年も1ヶ月で終わりなんですけども、今年の目標は、まあ、何事もないようにという形で、まあ、ゴイモトメロン大中世で当たり前ですよ。ね、もうちょっとあんまりこう、ふわふわせず、ちょっと何もない、ネタがないぐらいでいこうかなと思ったら、本当そのまま終わ,っちゃった終わりそうなんで、まあ当たり前ですよね。何にも行動してないんだから。 当たり前だろうって感じなんですけどもそれが良かったのか悪かったのか悪かったのかって話なんですけどまあ良かったかなと自分の中ではまだ思ってるんですけどもどうですかねまたちょっと来年の抱負はですねまたちょっと別の日にと考えてやろうかなと思ってるんですけども、まあ、それぐらいのアグレッシブでいくっていうのもどうかなと思って皆さんどう思いますかねであと,ちょっと最後になんですけどもこう目が見えない方 ね、あの別にで耳が聞こえない人っていうのもまあ近くにいるんですよでもなんかその優しさはどこから伝わるのかなっていうのを結構真剣に考えてるんですよねそのまあ何ていうんですかね目と目を見てこう喋ったりするのと何て言うかな、まあ、例えばね LINE のやり取りとしゃべるのでもやっぱその温かみが違ったりだとか やっぱその耳が聞こえない人って基本手話なんですけども、そのなんていうかな、手話だとやっぱわからない、普通の、まあ、ね、普通そ手話ができない人ってわからないじゃないですか。自分もそうなんですけど、でもなんかね、やっぱちょっとジェスチャーと顔の形とかで、あこういうこと言ってんのかなみたいな。ちょっとこれ怒ってんのかな性感が悪そうだなみたいな。ちょっとわかるときがあるんですよ。で、目の見えない人はどこでこう判断してるのかなとか、結構ね、聞いたことがあったりとか、 そのまあその,、まあ、その精神いっちゃってる組もそうなんですけども結構この人の優しさっていうのはどこでわかるのかな、まあ、猫とか動物とかもそうですよねこの人優しいな優しくないなっていうのはどっから感じ取ってるのかなみたいなだからね、うん、ちょっとね真剣にそれはですねあの考えてまだ答えが見つかってないんですけども <laughs> はい <laughs> 谷岡さんどこで判断してダメだったと思ったんですかね、うん 難しい難しいもんですよ。ね。マッチングアプリみたいな、こう、右と左にフリックするだけじゃないぜみたいな形だったんですけども、えー、今日全くまとまらなかったんで、今日ここで終わりになります。ご清聴ありがとうございました。失礼しました。皆さん、良い忘年会を失礼いたします。